自民支持が最低水準解散できるのかポンポンポン,ポン,ポンポンポン、プグニャン。まあ、その意思もね、まあ、今日は、あの、岸田内閣の支持率っていうのが、まあ、NHK の世論調査で出ててですね、まあ、これが、えー、NHK のね、見出しでいくと、岸田内閣支持するが、3ポイント増の36%と、えー、いうことでね、で、まあ、ただでも、 3ポイント増えて、まあ、微増と言っていいと思うんですけど、あのただ不支持があの今でも43%でね、やっぱり不支持の方が上回ってるっていうのが、僕はやっぱりね、あのやっぱ知岸田内閣ってのは僕は評価されてないとまあ、言っていいんちゃうのかなっていう風に思うんですけどもね、まあ、ただなんかやっぱその微増とはいえね、なんかその増,増えてるっていうのがやっぱり、あの、 世論調査的にもやっぱ面白くないかなっていうね。やっぱりまたドーンと下がって、あやっぱり、あの、あかんかったなみたいなのが僕は、あの、いいと思うんでね。まあその辺ね、まあ NHK は、えー、もっとね、空気読んでほしいなっていうふうにはなんか思いましたけども、まあそういうわけにはね、ならない。まあただ不支持の方が、あの、今でも上回ってるっていうね、7ポイント上回ってるっていうのは、やっぱり、これ大きいですよっていうね。 んで、まあ、あのー、この処理水放出の評価はっていうふうに聞いてるんですけども、この福島第一原発の処理水の放出は妥当かというのをですね、66%が妥当かと、妥当だと、で妥当ではないが17%っていうね、だからもう、まあ、だからもう放出してしまったわけですから、あの、漁業関係者が反対したりとかね、してる中でですね、うん 反対だと言ってる中でもう放出してしまってね。で、その次からね、食べて応援だとかね、あの、魚を食べましょうとか、えー、なんか日本の魚を食べて中国に勝とうみたいなね、なんか意見広告を、なんか桜よしこさんたちがなんか載せてたっていうのも、なんかちょ、ちょっとね、ネットでも話題になったかなって思うんですけども、いやもうそれはもう、 流してしまったわけですからね。もうそれはもう、あの、でも妥当だっていうしかない人の方が多いんちゃうのかなっていうね。で、しかも安全だ安全だっていうふうに、まあ、言われ、言ってるわけですよね。ただやっぱり中国からの反発もあったりとかして、まあ本当僕は、あの、漁業関係者にとってはですね、僕は本当にもう大変だなと。漁業関係者だけじゃなくてね、まあ水産、 えー、加工物も、えー、中国はあのこう輸入を認めないみたいなんじゃなかったですかね、うんいやだから僕は本当に、ね、僕は漁業関係者のことを考えるとね、ね僕は妥当じゃないと思いますよっていうね、やっぱり、まあ、今回で一旦放出っていうのは、第1回目の放出っていうのは終わったわけですから、やっぱりあのずっと止めるとかね。 やっぱその中国との関係とか考えて、あの中国との,あの出方を探り,探りながらね、いい答えが出るまで止めてみるとかですね、僕そういうのも必要なんちゃうのかなっていうね、思いますけどもね、うんまあ、僕はもう全然僕は妥当じゃないんじゃないのかなっていうね、ただでもね、僕はちょっと言いたいのは、やっぱり処理水の問題に関してもね、 まああの汚染水だと野党の,あの議員が言ったりとかして、またそ、れそれなんていうんですかね、なんていうんですか、うそういう呼び方の議論であの野党の議員が叩かれるとかっていうのはありますけど、僕はねそこがねあ,のあんま良くない、筋が良くないなっていうか、やっぱ本質の議論、処理水の放出 によるですねあの漁業関係者の影響とかね、ね国民への影響とかで考えたら、その入り口の、ね、処理水か汚染水かどうかでね、汚染水といった議員が野党議員が叩かれるっていうとこが、僕はねまあ良くないというか、ですねやっぱ本質の議論に入っていかない段階で叩かれてしまって、炎上してしまったりとかね。 それを考えるとね、やっぱりね、僕はあんまり,あんまり僕はそういう、ね、汚染水とかっていうのが、政治家がねあの、日本の政治家が言うのは、僕はどうかなっていうかね、っていうのは思いますけどもね、やっぱり処理水であれですね、やっぱこれを流してしまっていいのかと、漁業関係者にもう限りなく大きなダメージを与えてるっていうね、やっぱり漁業関係者も国民を守るっていうね。 あのみんなを守るにはどうすればいいかということを、やっぱり僕はねもっと野党議員には言ってほしいかなという,うに、個人的には思いましたけどもね、でまあ、あとはあの、えー、なんか興味深いのがね、ねこのジャニーズのジャニーズ事務所の、ね、会見というのがあの先日あって、東山さんが新しい社長になるんですかね。まあ、っていうのは が出てたんですけども、まあ、ジャニーズ事務所は信頼回復できるかっていうのも NHK 世論調査が聞いててでいて、ね、まあ、それとのできないが43%と、できるの33%を10ポイント上回ってるるということで、まあ、そうだろうなっていうかね、ね僕はもう昨日もねライブで話し,しましたけども、も、まあ、記者会見はねなんか大雨な雰囲気でね、ねほぼあの従来のね、 あの芸能事務所のジャニーズをまあよいしょするようなね感じで甘めの質問が多かったなと思うんですよね、もう一部だけ厳しいっていうのはあったんですけども、まあ、そんな中でね、でもやっぱり、その。 消費者っていうかね、そのジャニーズが出てるあの広告とかですね、商品とかね、でもキリンでしたけど、CM にも起用、今後も起用しないって出,出ましたけども、いや、僕もそれぐらい厳しいと思うんでね、あの信頼回復っていうのは僕はできないと思いますね。いや、難しいと。えー、だからもう他の芸能事務所が僕はもう取って変わろうっていうね、まあ、そういうチャンスでもあると思うんでね、 まあそういう意味,意味でいくとジャニーズの今後は厳しいんちゃうのかなっと思いましたけども、も、まあ、本当に、ね、なんかいろんな、ねまあ、マイナンバーの問題に関してのこの健康保険証の廃止の問題にしてもですね、まあ、予定通り廃止すべきが19%しかなくて廃止を延期すべきが39%廃止の方針を撤回すべきというのは31%で、まあ、7割がです、ね、延期撤回すべきと。 えーいうこと今の健康保険証を、ねまあ、残した方がいいというのがまあ圧倒的だということで、ね、まあ、そこもやっぱ岸田内閣というのはきちんということをあの未だに聞こうとしないというのが,やっぱりあの不が、ね、やっぱり不支持が上回っているところかなとうう思いましたけどもね。 でやっぱあとはね僕はこの NHK の,あの、まあ、政党支持率で言えばですねあの各党の支持率で出てるんですけども、まあ、自民党がですね34.1%と、まあ、先月からあの変わらず横ばいなんですけども、まあ、これについて NHK がですね自民党は最も低い、えー、水準であるというふうに書いてるんですよね、まあ、だから、この自民党にとっても、まあ、全然良くないと。 岸田内閣もね、最低水準というのが、まあ、8月はずっと言われてて、まあ、今月だってそうなんちゃうのかなと、微増してもね、って思うんですけども、やっぱり自民党の支持率も、えーまあ、最低水準になっていると、自民党の支持率は先月から横ばいの34.1%で、岸田内閣の発足後では最も低い水準となっていますと、こんな中でね、僕は解散できるのかなと思うんですけども、まあ あのこの自民党が低い水準であるっていうのはね、この先月の朝日新聞でもですねこれ、触れてて、ですね、えー、2ヶ月連続で自民党支持率が2割台で、異例の事態だというふうに、あの朝日新聞の関連の、ね、ウィズニュースっていうのを書いてるんですけど、えー、朝日でもですね自民党の支持率が3年ぶりに2割台と。 まあいうことを書いててですねやっぱりね自民やっぱ岸田内閣が支持されてないっていうのはやっぱり自民党の支持を下げていることにもつながっているとまあいうことが言えるのかなっていうねだから決してあの岸田内閣の支持率がまあ、ちょっと増えたぐらいではですねまあ、全然喜べないかなっていうねまたやっぱそのまあ、13日に内閣改造っていうのがあるん ですけどあさってね、でもそれでも全然顔ぶれがね、新しい顔ぶれみたいなのが全然報道されてないと、今までと変わらないということなんで、だから僕はもう逆にまあ横ばいかですね逆に下がってもおかしくないかなっていう感じはね、またするんですけどもね、ただ野党がね、やっぱその良くないっていうか、やっぱり立憲民主党があの先月ね、あの4.7でで、で 維新が4.8でですね、0.1ポイント差にまで立憲がね、あの維新に迫ったとてあったんですけども、今回また野党の支持率で、あの立憲がですね、マイナス0.7ポイントで4 4.0%で維新がですねプラス1.0で5.8%という風にね、1.8%、1.8ポイントですね、まあ、維新が立民に差をつけているっていうね、やっぱここもね、僕はね、まあ、維新がいいとかっていうんじゃなくて、やっぱり立憲民主党はだめだなと、だそれはやっぱもう立憲民主党の、やっぱ泉健太代表じゃね、やっぱ僕はだめなんちゃうのかなっていうね。 あのこう処理水のね放出された後ともまあ食べて応援とかっていうのをツイッターで書いてみたりとかしてまあそれも立憲民主党の支持者から品種を買ったっていうのがまあったんですけどもまあそれが影響しているのかどうかはねあのないかもしれませんけどもただ、ねやっぱり存在感が全くないっていうねあのやっぱり与党と同じような。 ことを言ってるっていうかね、与党との違いっていうのが、まあ、全然出せてないまま、今に来てるからダメなのかなっていうね。で、まあ、維新が増えてるのも、やっぱ結局は自民党の支持率が下がってるっていうかですね、最低水準だから、まあ、従来の自民支持層が、まあ、維新だったりね、あと賛成党、賛成党なんか、プラス0.8ポイントになって、1.0%になってるんですよね。 だからね、やっぱり、従来の自民はあかんから、自民に近い維新とか賛成党とかね、まああるいは国民民主党なんかもね、まあ与党にするよって言ったりして、えーまあ、今回はプラス0.5とかっていう風になってて、1.9%になってると国民民主もね。 だからそれが全体的に僕はいいかというと全然良くないと思うんですよね、やっぱりきちんとした野党の姿勢とか、ね、ポジションっていうのを出せる野党に期待っていうのはあると思うんですけども、ももうそこは全然あかんかなと、でその代わりこの NHK でも書いてるんですけど、えー、岸田内閣発足後、ですね無党派層が初めて4割を超えたと、42.8%で無党派層がですね、えー 前先月より3.6ポイント増えて、増えていると。だからやっぱり最近のね、岩手県知事選とか、この間の東京立川の市長選でもね、あの、野党推薦とか支持とかじゃなくて、無党派層を、無所属っていうのを、あの、強調してね、当選したっていうのがありましたけども、やっぱそういうのがね、僕はトレンドとしてね、やっぱ無党派層っていうかね、無所属っていうのが、 またねやっぱあの価値が出てきてるんちゃうのかなっていうね、やっぱ規制政党じゃあやっぱり頼んないと、うん、いそこはやっぱなんとかせなあかんのちゃうのかなっていうね、今の野党のねあの立憲とか共産とかもそうなんですけど、っていうね思いましたね、うんまあ、そういう意味ではね、泉房穂さんとかもねあの、やっぱり無党派層に流れ来てるのちゃうかみたいな。 ましたけどツイッターにね、やっぱそういう感じかなっていうのが、まあ、今回の NHK の世論調査からも伺えるかなっていうふうに思いましたね。チャンネル登録よろしくね。